全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、中地です。今回はアウトドアデイジャパン東京に来ました。今日2日目なんですけど、実は僕も1日目アウトドアデイジャパンちょっとプラプラをさせていただいて、かなり散財をしてしまったというところです。こういうとこ来るとやっぱりお金使っちゃいますね。で、あとなんかキャンプ場さんとかもいろいろ出店してて、ちょ、くじ引いたんですけど1等が出て、キャンプ場の無料が当たりました。長野県のキャンプ場なんですけど、ちょっと行ってみたいと思います。で、昨日いろいろ回ってたらですね、まあいろんなブースいいところもあったんで、ちょっと取材してみたいなと思って今日来てます。なのでちょっと突撃してみたいと思いますので、行ってみましょう。そしたらノースペースさんのブースあったので行ってみましょう。すいません、こんにちは。こんにちは、中地と申します。宮久寺です。宮久寺さん、よろしくお願いします。なんかパッと見て、はい、もうノースフェイスのかっこよさが出てるようなブースになってますね。はい、ありがとうございます。ノースフェイスさんってイベントって出てるんですか？イベントが、そうですね、一昨年ぐらいから出始めまして、はいはいはい、今年そうですね、やっと規制のなくなったアウトドアデイジャパンに出ることができたので。なるほど。僕らもすごい楽しみ。ちなみに、はい、ノースフェイスさんって登山とかウィンタースポーツとか、うん、まあ、そういうイメージが結構あるんですけど、キャンプが今結構グッと来てるなっていう感じもあるんですけど、それってどうなんですか？そうですね、まあ、やっぱりもともとは山であって、はいはい、もともと冒険のための道具を作り始めたところから来てはいるんですけど、はいはい、まあ、その2、3年前ぐらいからですね、うん、キャンプ系の製品に関しても、うん、日本企画でやり始めまして、もともとはアメリカの方で作ったものも売ってたんですけれども、はいはいはい、そうですね、3年前ぐらいから、まあ、この後ろに並んでるランダーシリーズっていうテントをはじめ、うん、あとフィルデンスとか、はいはいはい、カバン系のものも日本企画で日本の気候に合わせた、あと、まあ、日本人が求めるカラーリングだったりとか、はい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 、まあ、あと自然に馴染むようなカラーリングで一から作ってますので、うん、まあ、その辺を、そうですね、まあ、やっと徐々に浸透してきたかなとは思うんですけど。なるほど、はい、そういうことなんですね。じゃあ本当にコロナ時期というか、はい、そこからキャンプブームが来てるっていうところに、さらにノースフェイスさんがキャンプのところに集中しようみたいな。あ、なんかそれもタイミングがすごい良かったと思うんですけど、そうなんですね、その前から実は始めてて、はいはい、でその、まあ、始めたちょっと後からコロナが始まって、うんうん、その後キャンプブーム的な感じにはなりましたけど、なるほどなるほど、はい、まあ、ずっと昔からキャンプ自体はやってるので、うんうんうん、まあ、そこを少し広げて、はい、いけたらなと思います。なるほど。あ、じゃあ登山系プラスキャンプっていうところでもちょっとあったってことなんですか？そうですね、まあ、キャンプのアイテムは昔からやってまして、はいはいはい、僕らのコンセプトとしては、はい、後ろにもあるんですけど TNF ベースキャンプって書いてますけれども、はいはい、山に行く時も一泊、何て言うんですかね、まあ、ベースキャンプも作ると思いますし、はいはいはい、まあ、キャンプ場から実際、うん、マウンテンバイクだったりとか、うん、トレッキングに行ったりとか、うん、なんかそういうアクティビティにも派生できるようなキャンプを、はいはい、まあ、皆さんにお伝えできたらなと思って。あ、はい、なるほど。じゃあもうアウトドア全体でもう考えてるような形なんですね。はい、なるほど。いや、結構ノースフェイスさんの服とかもあって、もう街でもう全然気軽に着れちゃうようなのが多いじゃないですか、はい、そうです。そこからさらに派生してキャンプにも使えるっていう感じ。そうですね、もう本当はもう逆に山で使えるものも、はいはい、まあ、どんどん普段着でも使ってても機能的だよねっていうところも、うん、もう少し、そうですね、お伝えできていけたらいいかな。なるほど。じゃあまだまだこれからっていうところなんですか？はい、ちょっと楽しみですね。いきなりそこに取材をさせていただくという形で、今日もちょっともっと楽しみな感じで、ね、はい、いろいろ聞いていければなと思います。はい、ちょっと一回ブース案内していただくことはできますかね？はい、わかりました。お願いします。じゃあそしたら目の前に見えるこのテントからちょっとお願いできますか？はい、わかりました。そうです、これが2メータードームっていうテントになってまして、はいはい、もう本当に局所というか、うん、ベレストに行くような人から、はいはい、まあ、ベースキャンプで使っていただくようなテントになっています。で、他社の人との違いというか、ノースペースの強みとしては、こういう山岳で使えるテントがありつつ、はい、キャンプのテントも用意しているっていうのがすごく強みかなとは思っているので。すごいですよね、はい、でなんかこれ結構キャンプ場でこういう形のノースペースさんの見て、はい、何これっていう印象があってそう、前結構前々からあるやっぱり登山で使うような、もうかなり歴史のあるテントで。そうですね、これ登山でなんか風とか、そうです、は耐風性もすごく強くて、はい、このポールの構造がジオデシック構造っていうものも使ってるので、はいはいはい、まあ、それが
そうですね、耐風性が良かったりとか、うんうん、あとは最近リニューアルして設営もかなりしやすくなったので、まあ、今まで本当、まあ、山岳で使うことがメインでしたけれども、はい、最近だと少しずつキャンプシーンでも使う人が増えてきた、はい、ちなみに設営どれくらいなんですか？設営自体は全然15分ぐらいで15分でできるんですか？はい、なんかすごい複雑そうに感じるんですけど。そうですね、ホールの本数は多いんですけれども、はいはい、まあ、上も上部もスリーブ式になってたりとか、はいはいはい、あと交差するところも、カラビナでかける仕様になっていて。ここですね。そうなんです。あ、カラビナになってんだ。そこでカチャッとはめるような形なんですね、はい、そうです。ちょっと中とか行ってもいいですか？はい、もちろんです。ちょっと入ってみますね。うわっ、めちゃくちゃ広いですね。そうですね、で高さもかなりありますし、はいはい、今フロアもないような状況にしてますけど、後付けで、はい、グランドシートもつけることができるので、うん、なるほど、はい、いやなんか居住地というかそうです。もうなんかテントもテントでもなんかさらにまた違うような感覚になりますね。で窓もやっぱりついてて、このやっぱ上は星を見るためとかですね。これがさらにもう一個フライシートがつくんです。あ、そうなんですか。はいはいはい、ベンチレーションとして機能して。なるほど。あ、じゃあもう一枚ついて同じようなカラーリングで。そうですね。向こうはイエロー。あ、なるほどなるほど。お、存在感ありますもんね。でこれぐらいの大きさに。収納袋もダッフル式になっていて、はい、背負うこともしやすいです。確かに、はい、この形のノースフェイスなんか見たことありますね。よくそうですね、僕も持ってます。なるほど。でこういう形で、はい、もう収納もできるんですね。で入り口はこういった形で。そうです、入り口が2方向あるので、うん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 、なんか秘密基地の入り口みたいな感じですね。面白い、ありがとうございます。はい、したらじゃあ次のテント、はい、はい、次なんですけど、こちらのテント。そうです、まあ、こちらも雪山でも使えるようなエクスペディションのテントなんですけど、はいはいはい、あとこっちがマウンテンショットっていう、まあ、日本企画で作ってる、まあ、かなり軽量な山岳用のテントになります。でこちらがストーンブレイクっていう、はいはいはい、これも山でも使える2人用のテントでして、はい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 、こちらメッシュのパネルがかなり大きいので、うんうん、夏場の、まあ、キャンプシーンでの使用もすごくしやすいようになってます。なるほど。じゃあ別にこれは登山用じゃなくても全然全部キャンプでも使ってほしいって感じなんですかね。マウンテンショットとかだと結構ツーリングというか、はい、バイクパッキングとかされる人も使ってくださったり。あー、なるほどなるほど。軽量でコンパクトっていうところは、うん、はい、すごくいいのかなとは思います。でも本当にちっちゃくなるって感じなんですか。そうですね。重量も 1.2 キロちょっとで、はい、全て収めることができる。はあ、じゃあバイカーさんとか徒歩キャンプにもおすすめのテントっていう感じなんですね。はあ、い、でもカラーリングがなんか黄色っていうのがまたいいですよね。そうですね、このなんかバイカラーだったりだとかやっぱおしゃれな感じがすごい好きです。個人的に黄色自体はもともと僕らの方はやっぱり三角形のテントメインでやってましたので、うんうん、視認性が高いっていうところから、はいはい、まあ、黄色をチョイスしてまして、 あとは挑戦するような意味合いとかも込めて、まあ、山系のアイテムに関しては、うんうん、まあ、イエローを使うことが多いです。なるほど、はい、服とかでも黄色とかあるじゃないですか。なんかいろいろ本当にもうキャンプもそうだし服もそうだし全部そうやって統一感もあって、はい、いいですよね。へー、ありがとうございます。で隣に、そうです、ね、ここからが、まあ、キャンプ系のラインナップになってまして、はいはいはい、これがエヴァベース6とカーゴ4、はい、エヴァカーゴ4、うん、エヴァカーゴ2を今ドッキングさせた状態になってまして、2つついてるんですね。これ3つで、あ、3つ、はい、なるほど。 どれがどれどれなんですか。そうです、一応この真ん中にいるのがエヴァベース6っていうテントになってまして、はい、まあ、シェルターとしても使えますし、はいはい、まあ、夜就寝するときにも使えるようなテントにはなってます、うんうん、でそこの脇からもっと出てるのがエヴァカーゴ2っていう2人用のテントになってまして、はい、まあ、ドッキングさせると1個の部屋として使えたりとか、まあ、させない場合にはもうこれ単体でももちろん使うことができるので。中ちょっと見てもいいですか。あ、なるほど、こういう大きい
4つの入り口がでかくて そこにはめてるような感じ。感じです、はい、これあれですか、ドッキングチャックでくっついたりするんですか、一緒に、それとも入れてるだけとかなんですか。あ、そうです、はめ込んで、はいはい、ベルクロで止めてるような感じです。あ、ここで止めてるんだ、はい、2、3、4、5箇所です。はぁ、こういう使い方もあるということなんですね、はい、なるほど。で、寝るのはここでみたいな。そうですね、まあ、寝ることもできるし、ここ荷物置きにしてもいい。あ、はい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 、結構僕はこのカーゴ2で寝るのが大好きで。あ、そうなんですか。ここをリビングスペースにしてしまって、はいはい、まあ、インナーもつけずにキッチンだったりとか、はいはいはい、まあ、ちょっとくつろげるスペースにして、うんうん、まあ、脇で寝るみたいなのがちょっと屋根裏感もあって、あ、僕はかなり、なるほど、はい、ハリーポッターみたいな感じですか。そうっす階段下みたいな、もう角っこ好きにはだいぶもうたまらないおお、そういうことなんですね。あ、じゃあインナーもつけずにリビングってことか。にしたりもできる。できるってこと、はい、で、奥がまた別のテントってことですか。奥が4人用のエヴァカーゴ4っていうものになってまして、はい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 、まあ、縦に4人寝れるような大きさになってるんですけど、うん、まあ、2人プラス荷物とかもかなり快適ですし、僕なんか例えばですけど、はい、家族で一緒に行くときとかは、うんうん、まあ、友達家族は向こうで寝てもらって僕らこっちでみたいなこともできる。あ、なるほど、はい、そうか、寝室を分けるとき。そうですね。そっかそっか、それでこの大きさにもできるってことなんですね、はい、あ、それ便利ですね。そうです、いや、グループで行くときその問題結構出てきますもんね。一つのとこで、まあ、4人用テントみたいなところで4人してなんかあれとか、はい、あとは男性同士でときにいびき問題みたいな。そうですねありますからね、あるあるですからね、はい、そういうのでちょっとでも離れたいみたいな、あ、俺こっちでみたいなのができるってことですね。そうなんです。なるほどなるほど。なので大人数で行くときはこの3つのテントを持っていくこともありますし、うんうん、はいはい、もうソロキャンプ行くときは逆にエヴァカーゴ2だけを持って行ってっていうのもできるので、なるほど、人数とか、まあ、どんなキャンプにするかによっていろいろアレンジできるのがこのエヴァシリーズの面白いところかなとは思います。あ、こういうアイデアとかってなんかもうメーカーでもこういう使い方しようみたいな感じなんですか。あ、でもそうですね、僕らはいろいろ想定をしながらもの作りはしてますけど、でもそんな使い方あったかっていうお客さんの発想とかは面白いなと思ってます。なるほど、はい、そうか、まあ、そうですよね、まあ、使ってる人がもっとさらにどんなあのアレンジしてくるのかっていうの楽しみもある。楽しみですね、まあ、インスタグラムとかやっぱり写真と、まあ、あとハッシュタグとかもつけていただいて見ることは多いですし、なるほど、なるほど、あと最近だとそうですね、キャンプ場でも意外見るようになってきたので、うんうんうん、まあ、実際貼られてるのを見ると僕らもすごい嬉しいですし、どんな感じで使ってるのかなっていうのをちょっと見に行っちゃうことがあります。それは本当にありますよね。うちもそういうのがあったりもしますので、やっぱ貼ってもらうと嬉しいっていうのが、はい、こういうのが、まあ、3つ、はい、まあ、最大3つ連結させて1つだけ入り口確保してもらえれば。やっぱノースフェイスのテントいいな、かっこいいで次なんですよ、この色味は。だからこちらが2023年の新しい新色というか、はいはい、ケルタンカラーになっています、はいはい、でこれが直営店とゴールデインのウェブストア限定で販売するテントになっています、はいはい、なるほど、はい、じゃあこのイベントとかでしか見れない。そうですね、現物はなかなか。そうですね、じゃあ本当こういうのレアなんだ、はい、イベント会場とあとは恵比寿とか直営店では少し、はい、用意してますので。なるほど、はい、この恵比寿っていうと最近話題のやつですか、ね、そうです、もうちょうどじっくりご紹介させていただきます。 ありがとうございますじゃあこういうタンカラーも出したっていう形なんですね、はい、そうです、やっぱりそういったお客様の声が多かったんですか、タンカラー出してくださいみたいな。あ、まあ、お客さんの声もありましたし、はいはい、そうですね、まあ、あとはアパレルとかも僕らやってるブランドになるので、はいはいはい、まあ、そこのカラーリングとの連動性とか。あ、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、え、ちなみにこれ色っていうのはこの形はこれだけなんですか。 色はこれだけ。普通のニュートップグリーンのカラーも、はい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 、一応展開してますので。あ、なるほどなるほど、はい、じゃあこの色自体は EC サイト限定ということなんですね。はい、ありがとうございます。ちょっと中見てもいいですか。はい、よろしく。あ、まあ、入り口はここにあって、あ、インナーテントは2つなんですね、入り口が。あ、違うか、そうです、左右で分かれてまして、はい、ほうほうほう、ここが今年からアップデートしたポイントなんですけど、はいはいはい、昔はメッシュパネル1枚だったんですけど、はいはいはい、これが2枚仕立てというか二重の窓になったので、まあ、夏場から冬にかけて、うんうんうん、はい、寒いシーズンだと、まあ、メッシュウィンドウも閉めちゃって、はいはいはい、内側より暖かく使っていただきます、うんうん、なるほど、はい、でここに
メッシュのポケットが3つつくんですね。はい、ここにあるって結構便利ですよね。そうなんです。ここに机があったとして、ここすぐ取れるっていうのはかなり便利です。これいいですね。オランダ6かなり大きめのテントにはなるんで、はいはいはい、そうですね、前室部分をうまく使っていただいて、うんうんうん、もうタープもなしで1個でいけるような、はいはい、本当に寝室もめちゃくちゃ広いし、広いですね、4人ぐらいを余裕で寝れちゃいますもんね。余裕だと思います。これあれですか、タープみたいにこう出るんですか。そうですね、跳ね上げることもできます。は、本当結構広いですね。実際これ何人用で出してるんですか。6人用で出してます、はい、それ大きいわこれもいい、はい、でこのフライシートもあるんですか。これはアウトフレームなんです。あ、本当だ。あ、そうかそうかそうか。インナーテントが吊り下げ式になってるので、まあ、吊り下げなければシェルターとして使って、まあ、宴会場にしていただいたりとか。そうかそうか、それも全然できますね。はい、もう冬場だとポット使ってて、より前室を広く使うっていうこともできます。なるほど、はい、あ、上もインナーシットのあれですね、メッシュが広いから通気性がいいですね。そうです。あと、まあ、後ろも、はい、放出です。もう開けることができるので、うんうん、やっぱり風通しは確かに、はい、よく考えて、で真ん中でゴムでっていうか、あのトグルで止めれるから、またそこもいいですね。そうです。前回っていうか、まあ、半端ぐらいで開けるのがいいなっていうところで止めれるんですね、はい、そうです。いや、ちょっとめちゃくちゃこだわってる感じしますね、やっぱり。で上にもポッケがついてると。そうです、ね、はあ、めっちゃ使いやすそう。ありがとうございます。ありがとうございます。次のちょっとあっちのタープとかも気になるんですけど、はい、こちらを紹介していただいてもいいですか。こちらが今年2023年初めてというかデビューになる、はいはい、ネブラタープの2人用ネブラタープ2です、うんうんうん、なんか特殊な形してる感じしますよね。そうですね、この辺が先ほどご紹介したあの三角形のテントでも使っていた三つ股のガイラインの刃を、はい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 、ここがかなり特徴的かなと思うんですけど、はい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 、3つのものを1点で止めるんで、まあ、設営もすごいしやすいですし、はいはいはい、まあ、台風性とか、うんうん、まあ、そういったところにもメリットが出てくる仕様になっています。なるほど。こうすることによって、はい、アレンジがすごいしやすくなるので、まあ、例えば今だとポール3本で止めてますけれども、うん、まあ、対角線にポールを張ってもらって、うん、はいはい、ウィングタップ的な見せ方をしていただいてもいいですし、はい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 、そうです、アレンジはすごくしやすい点です。なるほど。これこそ本当にキャンパーさんにどんなのをやってるのか見たいっていう感じです。そうですね、見たいですね。へ、はい、で、まあ、こうやって屋根みたいにここで折って、まあ、太陽も遮断しながら中の空間をちょっと作ったりもできるしっていうところなんですね、はい、でしかもここがまた簡単ですね。そうですね、でカラビナを標準で付属してますので、はいはいはい、本当に初めてタープ立てる方も一箇所だけ、うん、まあ、パチッと止めれば確かにやりやすいかな。そうですよね、まあ、最初キャンプ、まあ、初心者の方とか結び方わかんないとかで、ただ単に結んで、はい、またほどけちゃったとか硬くなりすぎたとかがないってことですね、はい、めちゃくちゃいいですね。こういうところはもともとは本当三角形のエクスペディションテントとかで、はいはいはい、まあ、使ってたアイディアでして、うんうん、かなり気温の低いシーンだとか、はいはい、天候悪い時にもスピーディーに設営できた方が体も守れますしというところで、なるほど、まあ、キャンプシーンでもそういったものがあったらいいんじゃないかと。なるほど。じゃあやっぱり登山の方からも、そうですね、アイディアは、はい、受けてるんですね。なるほどね。確かにあの設営撤収が早いとキャンプ自体を楽しむ時間、そういうところなんですね、はい、めっちゃ便利ですね。ありがとうございます。で、タープのまたポールもなんか形がまた特殊な感じがします。六角形、はい、このポールもそうです、ね、はい、五角形のポールになってます。五角形でアルミで作ってます。で、まあ、かなり強度も高いですし、まあ、設営もプッシュボタン式なのですごく簡単になってます、はい。うんうんうん、この辺も直営店とウェブストア限定ですでに販売してまして、はいはい、これはもともとじゃあ結構前からあるんですか。去年です。あ、これも去年なんですか、はい、あ、いいですね。で、中のテントなんですけど、中のテントがランダー2っていう、まあ、2人用のテントになってまして、はいはいはい、これもまたいい感じで1人で使っていただいてもかなり快適 で特徴としては、はい、まあ、2人用のテントなんですけど、
かなり高さがある方の2人用のテントになってます。確かに、はい、そうですよね。なので、まあ、今スツール置いてますけど、キャンプチェアとか置いていただいて も、うん、もう全然余裕で中に入れるような大きさになって、2人用だけれども、まあ、かなり快適性も高くて、うんうんうん、これあれですか、さっき連結してたやつですか。あとはまた別なんです。あ、また違うんだ、はい、あ、これがランダーシリーズで、はい、今ランダーの2、先ほどのケルプタンがランダー6、6、また次にご紹介するのがランダー4、ランダー4、なるほど、はい、そういうことなんですね。ちょっと中入ってもいいですか。はい、確かにこう入り口はこうもっとこうなるイメージですね。そうですよね、ちょっと高くなってるから。でまたここもこういう感じで、はい、2つでできるんだ。そうです。この、はい、入り口もですね、はい、上で止めることができるんで、 上にポケットがポッケがあるんですね。ここにしまうことができるんで、あ、めちゃくちゃいいですねこれ。なんで、はいはいはい、なるほど、ここでこうやってできるんですね。結構横から開けると地面に目立ってくっついちゃって、はい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 、まあ、これはここをブランとした状態でも地面にはつくことがないので、あ、本当だ、ここ自体が汚れることはない。なるほど、少しいいところかな。確かにここ結構オープンにしたいときありますよね。だと普通に2人ぐらい全然余裕で、2人寝て荷物全然置けるぐらいのスペースはありますもんね。でまた上にもこういったメッシュで通気性は良くなっているということなんですね、はい、このランダーシリーズの特徴はスノースカートが全部つけてるので、なるほど、まあ、エヴァシリーズも全部つけてるんですけど、はい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 、まあ、なのでこれ冬場の、はい、ソロキャンプとかかなり快適で、まあ、暖かいですし、はい、このインナーもなしでホットプラス全室でっていうところがかなり使い勝手いいかなと思います。いいですね、確かに。なし、ここなしで別にこの上だけでも使えちゃうってこと、はい、で吊り下げ式だとそれができるっていうのがいいですね。それがアレンジできるのが、あ、確かに。あとこのポッケとか地味に上にあるっていうのが案外いいかもしれないなと僕思って、そうそう、個人的に下にあるポッケ使ったことがあんまなくてなんか結露とか怖いなとかあって、はい、なんか濡れちゃうじゃんみたいな、僕が使ってるテントがいけないのか分かんないですけどいやいや、上にも、下にも両方つけてまして、下にもあるんだ。そうなんです。あ、じゃあめちゃくちゃいいですね。で上は上でまあ、ライト入れたりとか、まあ、上にもハンギングループあるので、はい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 、まあ、LED とか吊るしていただいても大丈夫です。なるほどなるほどなるほど、めっちゃ考えられてる感がすごいな小声になっちゃったありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと次のテントを見たいんですけど、はい、こちらが、はい、そうです、今回一番ご紹介したいかなと思ってます。あ、そうランダー4というテントでして、はいはい、去年まではもう少し前室が短い形でランダー4っていうのを展開してたんですけど、はいはいはい、今年からリニューアルで前室がより広くなってるような、なのでイメージとしてはランダー6のより小さくした縮小版みたいな感じなんですね、はい、ちょっと中入ってもいいですか。はい、確かに。でまた入り口もそんなに低いってわけでもないし、そうですね、確かにここが高さを少し抑えてるっていうのと、はいはい、あとインナーテントのサイズ感も、まあ、一回り小さくなってるので、うんうんうん、まあ、4だと、まあ、4人家族とかで使っていただくのがすごい快適ですけど、はいはい、これは2人とか、まあ、カップルでキャンプに行く時とかも、はいはい、まあ、荷物も全て内側に入れて寝るのも中でっていうので、本当にちょうどいいサイズ感になったかなと。そうですね、確かに2人で来るとなると結構十分な感じですね。ここでだって椅子2つ置いて、はい、テーブル置いたら全然いいですね、はい、で雨も別に雨でもここ閉めてもおこもりでもできますね。おこもりでもできます。前も、前室も跳ね上げることができるので、はいはいはい、そしたらこっちが絶景でも跳ね上げて、ね、ここからこう見るというわけですね、はい、めちゃくちゃいいですね。あ、じゃあまたやっぱりこれもあそこ中間で止めれたりとか、はい、中のインナーとかは上でまた入れられるっていうのも全部一緒なんですね。これもちゃんと、4シーズン使えるような感じ で下にもついてるんですね。ほんとさっきのまさに言った通りに縮小されてる感じですね。いや2人でいいですね。
2人一番いいと思います。確かに。ありがとうございます、はい、僕が結構なんか欲しいから見ちゃってるみたいな感じになっちゃってありがとうございます。お帰りありがとうございます。あら決まっちゃった。で、あとバット